皆様こんにちは。今回は前回に引き続き、今回はスキンケアのポーチの紹介をしていきたいと思います。はい。で、ポーチはこのフォーエバーで買ったでかいポーチになってます。で、今まだ考え中のものもあって、ちょっと中身そんなに入れてないですけど、一応今決定してるものだけ紹介していきたいと思います。はまずバッグを持っていきます。これはこれお酒のあれですよね、メーカーで、日本酒のフェイスマスク、潤うフェイスマスクのしっとり潤いタイプの、これは7枚入りかな、入ってるんですけど、ブルームボックスに入ってて、私あんまりパックをしない、パックする習慣がついてなくて、まだ全然しないので、こういう旅行の時にパックを一気に持っていこうかなと思って、7枚入りで、多分2泊3日なので2回しか使わないので、お友達にもあげようかなと思って、これを持っていきます。あと、スキンケア系、スキンケア系は、今使ってる墨汁と、あともう一個キュレルの今、とてもしっとりタイプ、を試しに使ってるんですけど、それ持っていこうかなって思ったんですけど、ちょうど家に石器水のこのお泊まりセットがあって、私石器水のスキンケア前に使ってて、ちょっと前に買ったんですよ、これコンビニでお泊まりするときに。でもそんな使ってなくって、で日にちも全然経ってないので、これを持っていこうと思って、ちょうどいいやと思って、洗顔も入ってるし、あと化粧水と乳液が入ってるので、これで持っていきます。あとはクリーム系はニベアの代わりにナイトクリームを、これを持っていきます。アルバボタニカのハワイアンモイスチャークリーム、ジャスミンの香りなんです。すっごい好きな香りで、結構クリームはたっぷり使うと思うので、これを持っていこうと思います。はい。あとここのちっちゃいやつは、ハワイにもそのまま持っていったこのアキュアのアルガンオイルのローズ、あとちょっとなのでこれを持っていきます。あと美容液がナウフーズの美容液は、これを持っていきます。これも結構使うと上に上がってって、あと残量これぐらいなんですけど、美容液は必需品なので、これも持っていきます。で、あとちっちゃいのに詰め替えてるんですけど、この中に入ってるのがヘアオイルが入ってます。エリプスのやつを使い切っちゃっていて、で今何でしたっけ、ミルボンじゃなくて、ちょっと名前ど忘れしたのでここに入れておきます。はい。そのヘアオイルをもう本当にブリーチして傷んでて、結構美容師さんとかも、あ、思い出しました、ロレッタのなんか今降ってきましたね、ロレッタのヘアオイルを入れてます。すごいおすすめっていう風に美容師さんにも教えてもらったし、使ってる方も多いみたいで、で最近使ってるんですけど、だって割と調子がいいので、これをちっちゃい容器に移して持っていきたいと思います。シャンプーとリンスがホテルにあるみたいなんですけど、ちょっとそれがシャンプーインリンスみたいで、ちょっと無理だなと思って、海にも入るしプールにも入るし、私まして今髪の毛がすごい傷んでる状態なので、友達もシャンプーインリンスは嫌だってなって、なので、私が今使ってるアルバボタニカのシャンプーとコンディショナーとトリートメント3個あって、大きいんですけど、容器自体は大きいんですけど、中身がもう半分ぐらいしかなくて軽いんですよ。だからそれを全て持っていこうかなって思ってて、じゃないと本当に私の髪の毛は死んでしまうので、あれ使ってると全然お風呂でなんか髪の毛って傷みすぎるとゴムみたいに伸びるんですよ。死んじゃってて、毛先が。でもそれにならないんですよ。そのアルバボタニカのを使ってるとならないので、
やっぱそれを持っていこうかなと思ってます。はい。でクレンジングはビオレのパーフェクトオイルを持っていきます。適当に今家にあったやつなので持っていきます。ぐらいかな。あとボディオイルも持っていく、ボディ系とかも持っていかなきゃいけないんですけど、全然何持っていくか決めてなくて、今ボディオイルとかも大きいものとか、ボディクリームもすごい大きいのしか持ってないので、入れ替えて持っていこうかなと思います。ホホバオイル、ホホバオイルをあの容器入れ替えて持っていって使おうかなって思ってます。はい。そういう系キャリーに入れればあの持っていけるので、飛行機だとあの100ミリって決まってるので持っていけないんですけど、キャリーに詰め込んで持っていこうかなって思ってます。で串ももちろん持っていきます。こんな感じですかね、私 の、 あのスキンケア系とかコスメ系とか、はい、あんまり変わりはないと思うんですけど、やっぱり普段使って一番しっくりくる化粧品たちを持っていくと、スキンケアも一番自分に合ってるものを持っていこうと思います。はい。で動画は宮古島では撮れないと思うので、本当に9時から6時までみっちり勉強と潜って実践とかで、スケジュール的に全然動画とか撮れるあれじゃないし、お友達と行ってるので今回は動画は撮らないです。はい。でも写真とかは絶対撮ると思うので、また帰ってきてチットチャットだったり、ゲットレディウィズミーだったり、宮古島だけのお話をする動画とか、もろもろ何かしらの動画で宮古島のことはあのお伝えしようと思ってるので、そちらで見ていただけたらと思います。写真とかは絶対載せようと思ってます。でインスタグラムとかツイッターも絶対あっちで更新しようと思ってるので、ぜひそちらを見ていただけたらと思います。はい。明日朝の5時の電車に乗って、6時、7時、だいたい7時発の飛行機、朝早すぎる。まあすごく楽しみなので楽しんでいきたいと思います。はい。こんな感じで私の持っていくもの紹介でした。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。